キサンジ大丈夫か？ジサブロ、キサンジが中に入ってるんです。本当ジサブロ、そういう事情や。入ってたらいいや。はい、なこれ宿直中やねんな、キサンジは。はい、ご苦労さん。おたふくになって、どこ入ってる？これ、庭園の中やで。どう？うん、ほら、普通の名前も言わへん。お前入っとったんか？これ。はい、入っとき。ほんとや、入った入った。後ろから入った。上手に入ったよ。後ろ足から入ったよ。中に入って回転するか思ったら、後ろ足から入った。二匹は足こう狭いから無理やわ。キサンジはここでな、お泊まりやな。うん。ジサブロどうするね。な、ジサどうすんの。どうすんの。身の振り方を考えなあかんな。どこへとかあるはずや。後ろ座りで入った。今度は前から入ったわ。おたふくさん。おたふくさん。おたふく言われてるで。だから食べない。それはそんな、いいもんばっかり食べれなくて。から、おいちゃんの。よく逃げなかったな、キサンジ。動画みたいな、もう丸々してるわ。重たそうや。あ、ジサブロ困ったな。しょうがないやろ。はい、キサンジも、はい、どうぞ。はい、キサンジいるか。いるわ。ジサブロ。
木さん寿三郎、こっちが木さん寺、木さん寺さっき食べたばっかりやからな。もう座り、木さん寺ダメ、木さん寺、お前はこつけい。あ、なんちゅうことわあじゃねえや。はい、寿三郎よし、木さん寺もよし、なるほど、食べや。三時も人参食べなさい。あ、三郎人参残してあかんねんで。あとは二人でよしなにな。お茶もう寝るわ。出るか、まあ、暗やけど。眠たいの。な、何やの、怒ってんの。な、木さん家が入ってきたから怒ってんの。しょうがないやろ。まあ、寿三郎だけのお家じゃないやろ、ここは。噛む真似は上手だね。噛まれたけど痛くなかったわ。寿三郎おねんでしんや。じゃあな、じゃあな、おっちゃん行くで。あら、木さんちも帰ってんだ。今日もいい天気かな。木さんち、寿三郎、またおいでや。